アメリカがフィギュアスケート種目で金メダルの獲得を祝っているとき、競技会場の近くでは人権侵害が起きているかもしれません。アメリカのフィギュアスケーター、ネイサン・チェン選手が金メダルを獲得した会場から車ですぐの場所に中共の工事所があるのです。ファールンダーファー情報センターは先日、北京の工事所の位置を示す地図を発表しました。 私たちは北京全域を調べ、主なオリンピック会場と刑務所、拘置所の地図を作成しました。そうすることで、現代中国において、この2つのことがいかに近いところで行われているかを、人々が自分の目で確認することができるのですその一つが、北京の徴用高知所で、フィギュアスケートの会場である首都体育館から車で10分ほどのところにあります。 この拘置所ではおぞましい拷問が行われています。アメリカに拠点を置くファールンゴン情報サイトミューフィネートには数々の迫害事例が寄せられています。ファールンゴン学習者のショウ・ホーブンさんは以前、徴用拘置所で拘束されていました。彼女がハンガーストライキをした時、警察は彼女に強制接触を行いました。強制接触は中共当局の拷問手段の一つです。 警察が彼女の口をペンチで無理やりこじ開けたため、彼女の歯は緩んでしまいました。ある時は彼女の鼻から胃にチューブを挿入して強制接触を行いました。そしてそのチューブを前後に引っ張ってさらに苦しめました。別の女性学習者もミンフィーネットに自身の体験を語りました。監修らは私に高濃度の塩水を流し込み始めた。 強制接触が終わってもチューブは抜かれないので、呼吸するたびに激痛が走り、目は涙でいっぱいになった。その苦しみは筆舌に尽くしがたいものだった。拷問に関する他の記述では、氷点下の気温の中、警察が冷水を非拘束者に浴びせたというものもあります。そして、その水がゆっくりと彼らの体の上で氷に変わるのを待つと言います。 この政権は両親の囚人に対して恐ろしいことを行っています彼らの主要都市のど真ん中でオリンピックの真っ最中にですオリンピックの期間中北京当局は警備員を増員し会場周辺の警備を強化していますブラウデ氏によると北京当局はオリンピックの警備の強化と同時に反体制派への弾圧も強めていると言います これは2008年のオリンピックの時から続いていることで、当時中国の人気歌手でファールンゴン学習者のウチュウさんと妻のキョナさんが逮捕されました。オリンピック関連の検問で、警察官は彼らのバッグの中にあるファールンゴンの書籍を見つけました。それだけです。それだけで、二人は拘束されたのです。キョナさんの夫は拷問により、わずか数日後に獄中で死亡し、 許さんは3年後に釈放されました。しかし今年の東京オリンピックを前に、北京の裁判所は許さんに再度、懲役8年の判決を言い渡しました。中国共産党は、人目をはばからずに平然と両親の囚人を刑務所に入れて、弾圧を行っています。 彼らはオリンピックを前にして注目を浴びることを承知でファールンゴンへの扱いはこうだ誰もそれについて何もできないことを示し大っぴらにやるでしょうではなぜ政治家やメディアによるファールンゴンに対する言及がほとんどないのでしょうかブラウディシュはそれは利害関係が絡んでいる可能性があると言います中国共産党は政治的経済的に多大な圧力をかけてきます ファールンゴンに言及すれば自分の立場や経済的福祉の犠牲が大きすぎると感じる人たちがいるのでしょう。ブラウデ氏は中国共産党の影響を受けていない少数の人々は中国でファールンゴンに対して行っている締め付けはジェノサイドであると何年も前から明らかにしていると指摘しています。オリンピックの前に逮捕されたのはキョナさんだけではありません。 ファールンゴンの情報サイトミューフィーネットの統計によると2022年1月少なくとも132人のファールンゴン学習者が政権によって有罪判決を受けました。有罪判決を受けた人のうち約20人が60歳から90歳の高齢者です。ほとんどの人が3年から4年の懲役刑を言い渡されました。NTD ジャパンがお伝えしました。